草吉は稲か草吉属の多年草である。背が高くなる草で1.5メートルを超えるものもある。和名は足に似ているがより草っぽいことから、リードカナリーグラスとも呼ばれる。湿地に群生する姿は足に似ているが、こぼの構造などは大きく異なり、全くの別属である。外見的には、足が夏の終わりから秋に方を出すのに対して、草吉は初夏に方を出す点。 足のほが柔らかく広がり、あるいはしだれるのに対して、草吉の穂はまっすぐ立つ点などが目立った際である。地下に根茎があり、長く這う。茎はしっかりと直立し、高さ80から150センチメートル、時には180センチメートルに達する。茎にはまばらに節があり、節ごとに葉をつける。長い幼少の先の葉心は細長く、甲を吹いたように白っぽく明るい緑色。 柔らかいが周囲はざらつく。5から6月に茎の先端に果樹を出す。果樹はまっすぐに上に向かい、塩水果樹だが即死は広がらず、一本の束になる。花時期には枝がやや広がるが、果実時期には元に戻る。よしのように枝が広がったり横向きにしだれたりはしない。コボは先の尖った楕円型で、長さ4から5ミリメートル、左右から偏平で中には小花を一つだけ含む。 二つの包み絵はほぼ同じ形で、左右から二つ折りになり、背中側には鋭い竜骨がある。その内部には一回り小さな森絵に包まれた両性花が一つ入っている。その基部には一体の小さな臨片状の構造があり、先端には長い毛が生えている。これは実は退化した小花である。したがって本来は三つの小花からなっていることになる。 北半球の温帯域に広く分布し、日本国内では北海道から九州にごく普通に見られる。日当たりの良い湿地や河川の中流域以下の緩やかな流れの下半にも出現する。足や鶴吉と一緒に生えることもあるが、大抵はそれらの全面、水辺側に出る。普通は特にない。葉に不入りが生えるものを島ガヤといい、園芸植物として栽培される。草吉の葉には、 DMT、ゴメを DMT、ブーフォーテニンが含まれている。DMT は、茎と葉に集中しているため、植物全体を犠牲にすることなく、少し刈り込むだけで採取ができる。この DMT という幻覚剤は、喫煙、吸入ではなく、口から摂取した場合にのみ、モノアミン酸化酵素が、その作用を阻害してしまうので、モノアミン酸化酵素阻害薬と組み合わせて、アヤワスカという呼び名で、 南米で用いられてきた数千年の歴史がある。DMT は簡単に絞ることで抽出でき、また栽培も容易であるため、1994年のある著書は北米の DMT を生成するもののうちもとも、よく庭に薪一回刈るだけで十分な量が抽出できると表している。草吉とペガノムハルマラトで作ったあやわすかアナログの体験式も掲載されている。 草吉における DMT の合成に関わる中間体はトリプタミンや N メチルトリプタミンであった。ベータカルボリンとホルデニンの濃度も報告されている。世界に数種あるが日本に自生しているのは草吉だけである。ただし雑穀や小鳥の餌として利用されるカナリー草吉などが気化植物として侵入、雑草として野生化している。 それらは乾いたところに生える一年草で、かなり趣きが異なる。ありがとうございます。